でも鈴木はひでえ目に当たるといいんだけどな。ひでえ目に当てるといいですね。病気うつされたりしてな。病すいません、週生ください。え、あ、店員さんじゃなかった。で、どうだったっけ。あ、はい、あの、楽しかったです。でももういろいろありましてね。あの、どこ行ってたと思います。なんだよ、どこって。そんなの分かってるわ、入ってくる見てたんだから。来た。いや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 、大変。よしこさんはテレビを見ていて、その後ろで森田はよしこさんを見ていた。なるほど、読めました。 OK です。ねえ、え、結婚しよう。純ちゃんとしか考えられないから。でもね、純ちゃんとセックスだけしたいっていう話じゃなくてね。そういう言葉を真に受けて、言われるがまま一人で河原に行き、田んぼでご飯を炊き、それを食べということをやってみました。1ヶ月で完全回復しました。ほらね、自分でこぎ出して胸を割る景色、自分でこぎ出して包まれた景色。絶対に負けない、絶対負けない、絶対に負けない、絶対負けない。これが今立つ史上50回、深夜と深夜の塊の運営。新卒で入った寺本ですが、なんだよ、昨日飛び降りちゃった。